今週の第6位、みひまる GT のかけがえのない歌。リクエストは鹿児島県鹿児島市の津村恵子さんと、愛知県名古屋市のちかさん、他たくさんの方からいただきました。さあ、今日のゲスト、ウィンズですけれども、はい、本当にたくさんメッセージ来てるんで、はい、この1枚の言ってみましょうか、これ。はい、ね、どうぞ、ちかちゃん。群馬県大木ゆかさんですね。はい、ウィンズに質問です。はい、3人は春にしたいこと、なんかありますか？春。この春ですか？挑戦してみたいこと。結構僕ら毎年花見やりたいって言ってるんですけど。ああ、やればいいじゃん。ね、一回もやったことないです。ないです。一回もないんですよ。はい、口だけになっちゃう。じゃあもう今年やろう。いやー、ほんとやりたいですよ。やりましょう。ただなんかこの流れで行くとまた実行できない気が。そうそうそう。ほんと。まあ、やりたいやりたいって言って、実はやりたくないのかもしれない、ね。本当に口だけなんで、あ、ご飯食べ行きましょう、今度はね。この業界超ありがちだね。パターンかもしれないけど、やりたいです。3人で?3 人と、あと、ま、スタッフの、まあ、みんなでって感じですね。でもあれ、結構さ、花見って多少薄暗いじゃないですか。はいはい、ね、あの、はい、こんな照明ついてないから。はい、結構、暗がりから3人が飯食ってるのがふって出てきたら、すごいびっくりですよね、なんか。3人だけが。のそっと。のそっと出てきたらね。花見以外なんかないんですか、なんか。僕、ドライブ行きたいですね。あ、これはやれそうですね。やりたいです。やっぱ暖かくなってきたら。どっち方面？海方面、山方面。山方面ですね。山方面か。湖とか。ああ、いいね。まあ、海もいいですけどね。ケイタ君なんかありますか？僕ですか、うん、僕、花見に行きたい。あれ？おや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 。りょうえくんはなんか。僕、チャリンコで散歩したいです。なんで急に、なんか家の周りとかを？いや、前、昔住んでた家が、うん、結構なんか桜とかある、うん、なんていうんですかね、住宅街が多くて、結構なんかそういう道とかいい、ね、チャリンコで散歩してて。まあ、自転車で散歩とは言いませんけど。まあ、まあでもいきなり自転車に乗ってシャーって来たらそれもびっくりするけど、ね、チャリンポで。チャリンポ。まだまだ皆さんからメッセージ待ってます。どんどん送ってください。はい、はい、ただいま今日のゲスト、ウィンズへの質問メッセージ受付中です。アドレスは、うん、countdown.tfm.co.jp。メールクイズでは正解者の中から抽選で1名様にウィンズからメールが届きます。ファックスの方は、東京 03-3477-8801 までお送りください。それでは CM に続いてウィンズのニューアルバムをご紹介しましょう。はい。総口はキースタと川出千恵子が渋谷の東京 FM スペイン坂スタジオからオンエア。では改めてご紹介しましょう。今日のゲスト、ウィンズでーす。お願いします。では曲紹介お願いします。はい、それではニューアルバムジャーニーの中から聞いてください。 Crazy for you。